5月29日月曜日。今日の天気は雨。日本放送、飯田浩司の OK! 工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。 日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はねなんとなく外もまだ薄暗いなという感じでありまして日本放送屋上の温度計が19.7度、えー、このままあまり気温も上がらずという感じで、えー、そして雨がひとひとと降り続けると、はい、まあ台風2号がね沖縄県のあたり接近中ということでまあそれが倍、えー 雨前線をを刺激をして、まあ、今週は本当あんまりお天気くくない日が続くんだよね週間予報を見ると傘マークとか曇りの日というのが多くってすっきりしないお天気が今週1週間は続くなという、ね、まあ唯一、木曜日が太陽のマークが今出てきて晴れのマークが出てきてくれているので日差しあるのかなというところなんですけど、うん、それ以外はなんだか、ね、<laughs> 気持ちが晴れないというか <laughs> 本当だよね,ね<ー>まあ、間もなく6月というところですけれどまだ5月の 待つでありますがもうなんかね、会社の近所、うちの近所も。 アジサイが随分と咲き誇っていて、そうなんですよね、リポーの近くにも、ね、大きなホテルがあって、そこの生垣のところで、アジサイ、大きな花を咲かせてるよね、すでに、ね、はいなんだ、もう梅雨かみたいなね、本当ですよね、うん、先ほど調べたら、平年並みですと6月7日みたいですね、梅雨入りは。りはあ、じゃあ、この今週の雨で梅雨入りするかどうかというのは、微妙なところなんだね。微妙ですよね,ね,え微妙だよねひょっとするとっととるるていいうのの、ね、ああかももしれないけどでもあの あのー、まあ。 雨にはですね、私、ここで何度もお話ししてますが、最近本当に敏感になっていてですね、はい、え土日、こう、子供のね、野球のコーチをやって、で、コーチをやるとコーチだけじゃなくて、いろんな仕事が入っている中に、そね、その審判の仕事があって言ってさ、はい、あの、先々週か、土砂降りの中でやってみたいな話をここでしたことがあると思うんですけども、はい、今週末はね、この週末は本当ピーカンいい天気で、もう野球日和だよ、という感じだったんですけど、まあ、あの、何の巡り合わせかですね、えー あの自分のチームの時は心配やらないんですけど、もう全く他のチームの時に第三者的な、ね、立場でやりますとで、巡り巡ってきた試合がです、ね、もうあの4月から始まった、まあ、あの3月の末から始まったです、ね、春の大会っていうのが、そろそろ日程的にも過境になってきて。 巡ってきた試合がですよ事実情の優勝決定戦という試合になっちゃって、えー、もう一,番せ一番って言ったらあれですけど、まあ、責任重大ですよねねいやそう、ね、だからあのその審判部の連盟の人がこうやってきて、うんはい、いや、皆さんね、あのそういう,こう試合だけれどもだからといって意識しちゃだめなんですともう,うあのしっかりとねこういう試合であってもどんな試合であってもフラットにさばくっていうのが仕事ですからねわかりましたありまあがとうございますでもそう言われれば言われるほどなんか緊張しますよね。 おっしゃる通りだよで。しかもさ <laughs> また三、ま、塁の審判をやったんだけどさうもう二塁ランナーが三塁に盗塁をするとでそれにキャッチャーがこう取ったボールを投げてくるこれ微妙な判定なんだけどもこれどうするって言ってこう見てて「うんこれは立ちが早かったアウト!」って振りやったらもう両チームのベンチそれから見てるギャラリーうわーって湧き出して「おおっ <laughs> ドキドキしちゃうよねって。で、またさん、もう本当一生懸命目いっぱいのプレーをしててさ、はい、俺もう見てても感動するようなさ、本当、もうね、1点を争う、いいゲームをしてた、いいゲームをしてたし、で、しかもこう、もうね、三塁審だと、レフトのジャッジもしなきゃならない。ははレフトに第9が上がって、で、それをこう、キャッチするしない、それで、なかなか決まるみたいなところで、しっかりキャッチしたって言って、しっかりキャッチをしたぞって見たんで、ハウト って言って、判定をしたら、その後に、あのー、投げようとしたら、握り替えてポロとボール落としちゃったりなんかして、<ー>えっ、ー、て。<laughs> いや、でもこれは、補給後の落球だから、判定としてアウトなんだと。<ー>その後のプレーというですね。いや、ドキッとしますね、しかし。いや、ドキッとするよ、本当に。ねで、しっかり俺を見て、で、補給も確認して、ジャッジをしたつもりではいるんだけれども、<ー>もちろんそうなんだけど、<ー>でも、やっぱその後に落とすと、俺大丈夫だったかなとかね。それベンチから かあの一応、監督がね攻撃側の監督が、うん、今のプレーはって言ってうっ説明をってもうだからさビデオ判定があったら多分ビデオ判定になってたと思うんだけど主審も含めてうん、うん、四審の意思としてあれは補給をしてアウトになった後のプレーだからワンアウトっていうね。<ー> いやー本当そういうのの一つ一つがさもう <laughs> でやっぱこうねそういう経験のいっぱいある先輩方にこれはこうだったから大丈夫ですよとかここはこうした方がいいですよとかはいろ、はいろねあの指導してもらいながらですねでもこんな話をするとやっぱ、あのー、審判をやっていたりとか、うんね、野球のコーチやっていたりとかっていうね、あのー、先輩方がいっぱいいて、はい、この間も、あのー、この競技者筆形っていうですね、まあ、あの野球規則っていうのがあってうん、うん、さらにその規則の 解説版みたいなものが競技者筆形というのがあってでさらに、あのそれをこう審判どうやってジャッジしますかって動きとかをこう図解でやってくれるう審判メカニクスっていう、まあ、あの3つ種類があってそれが最、まあ、種の時業みたいなものなんですか<ー>であのこの間、飯田さんこれもちゃんと読んだほうがいいですよって言って競技者筆形送ってきてくださる方がいたりとかして<ー> <laughs> そう今、それ主を一生懸命こう呼びながら飯、ね、田、ね、さん、こうやって審判経験すると <laughs> <う>なんかプロ野球の見方とかも変わりませんか いやーもうね、あの、無責任にね、ガイアスタンドから審判をやじるとか、<laughs> そ,うそうそう、絶対しないっていう心に使ったよね。<laughs> みんな一生懸命やってるよなっていうね、<laughs> 本当に今まで失礼しました。<laughs> あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです、えー。取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢について、ウクライナの反転攻勢はいつ始まるのか、情報を錯綜しております。で、6時50分過ぎからのニュース、7時またぎ、アメリカ、債務上限問題、えー。アメリカのバイデン大統領、 と野党党共和マッカシ議長がが債務上上限引き上げで原則合意ししたた。いいうニュースが入ってまいりまりそして、おはようニュースネットワークのゾーンは、自民党と公明党、ま、あ候補者調整とかね、それが決裂したんじゃないかとか、いろんなことが言われておりますが、ま、ああとは選挙、おー、解散はいつになるのかというあたりも聞いていきましょう。えー、ニュースキーワードのゾーン、トルコ大統領選決選投票、エルドアン大統領が勝利宣言をしております。えー、そして、スクープアップのゾーンは、ガソリン補助金、9月 末,末に終了へとということで、まあ、今後のエネルギー政策についいてても考えてまいりまりす今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱をプレゼントします。茨城県はメロンの生産量が23年連続日本一のメロン王国です。美味しいメロン作りには水はけのいい土地、1年を通じて温暖な気候が欠かせません。 こうした条件が揃った茨城県はメロンの一大産地になっています。特に5月から6月にかけては茨城県のメロンが最も旬な時期を迎えます。今週は JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします。どのメロンが届くかはお楽しみに。 ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日はまあ紙面バラバラという感じでありますが、 朝日新聞、増える公立大設置100校、進学ニーズ増し私立の公立化もというね、えー、都道府県だとか、あるいは市などが設置する公立大学、まあ、国立ではなく公立大学が、えー、100校に達したということで、まあ、公立大は増えてるんだね、ということであります。で、まあ、一方で国立大は、増えてないというかね、まあ、ほぼ横ばい、少し2000年なんかから比べると少し減ってるということがあります。 まあ,あの資金の調達等々っていうのがね結構この国立大学法人えーえー大変なんですってこの前そういえばえ母校のですね あの、まあ、同窓会中かなんかね、ええー、その、集いに行った時にも、ええー、学長先生がね、ええー、梅原学長は非常にこう、訴えかけていたというのがありました。やっぱりね、あの、公立大、国立大学っていうと、まあ、どうしても、いわゆる旧帝大というところに、まあ、予算が行きがちというところですね。ええー、私の母校の横浜国立大学っていうのも、まあ、あの、新生大学ってやつですよ、いわゆるね。えー、えー、戦前はいろんな専門学校があったのがこう集まってというところですんで。うん まあ、その辺は結構ね、台所事情は、寄付をお願いしますよ、みたいなことをね、え、え、おっしゃっておりました。えー、それから、読売新聞は、小午バナナ320本で死ぬというね、えー、なんだっていう見出しがあるんですが、これ、情報変色を歪む認知という特集記事で、まあ、あのー、ネット上でその都市伝説とかそういうのをね、信じちゃう、う、人が、まあ、特にお子さんなんかだと、こう、予備知識なくそういうものがこう、入っていくとね、あの、スポンジのように吸収するというのがあるので、 yeah ま、注意が必要だというのを、まあ、あのー、具体的な事例を元にしながら書いてるというところです。えー、それからあ、毎日新聞はアメリカの債務上限引き上げ合意ということで、まあ、大統領と会議長が共に情報したとういうことが書かれております。えー、これ後ほど須田さんと深めていこうと思っております。で、えー、一方で、まあ、アメリカも絡むところだと IPEF、インド太平洋経済枠組み、この閣僚会議が行われまして、えー、3系と日系がそれの一面トップですね。えー、IPEF 供給網強化で合意、初の協定 半導体など調達協力産経です。それから日経がアメリカ日経はアメリカの債務上限の引き上げの方を取っていますね。デフォルト回避へというところであります。で気になるニュースというかこう今朝方ですねちょっとスワッという風に、えー、思ったのが。うーん 北朝鮮がですね、まあ、あの、人工衛星と称する弾道ミサイルを発射するぞ、発射するぞ、というふうに言っていたんですけれども、え、いよいよその発射の表明があったということで、えー、官邸からですね、総理の指示なども出たということが情報として入っております。まあ、ただ、これあの、海上保安庁の海の安全情報などを見ると、あの、打ち上げに関してというのが、まあ、5月31日の0時。 からあ、6月11日0時ということで、まあ、あのー、まず、 スパンがかなり広いということ、それから、あの、今すぐではなくって、31日から先ということのようであります。まあ、おそらくはなんですが、その、打ち上げようとしている方向に、まあ、今まさに台風がいるということで、まあ、この台風の移動等々も見ながらということなのではないかというところであります。そして、まあ、あの、かなりね、スパンも広く長く取っているということのようです。まあ、総理からの指示は、関係省庁間で協力して 市情報の収集分析に万全を期し国民に対して適切に情報提供を行うことでアメリカや韓国など関係諸国と連携し北朝鮮が発射を行わないよう強く自制を求めることで不足の事態に備えて万全の体制を取ることということで、えー、ありますまあ、もうすでにねあの先島の大当たりには、えー パクスリ3という、うんまあ、ミサイル迎撃システムを配備もしているところでありますし、まあ、その辺はす、ね、でに、あのー、上報道もされているところでありますけれども、まあ、あより具体的になってきたということで指示が出たということのようであります。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いしますお。今日落ち着いてらっしゃいますね。いやいやいやもう落ち着くしかないでしょう。落ち着いこ3連勝を受けてね。安定してます。<laughs> やっぱり、やっぱりね、はい、もうあの、ジャンツ戦で3連勝で、はい、で、その前と合わせると8連勝ね。ねえあれ、交流戦でさ、優勝って決まるもんなんのかね、これ。え <laughs> <laughs> リーグ優勝がってことリーグ優勝が。<laughs> もう 今、聞いてらっしゃるが出た、出た、出たと、また居酒屋トークが始まったぞ、こいつらと。後でね、しっかりとと。でも本当、なんかいろんなものがデジャブするんですけど、の一昨年かなんかも、こんな話を2人でやっててですね、もう交流戦で優勝決まるかね交流戦大失速した秋に大失速して、最後、ヤクルトに刺されたいね、いろんなことがありますからね。いやー、まあまあ、でもね、楽しくなってきましたね。 まあね、本当にね、勝つべき時に勝ってね、余裕ありますよ。重慶アナウンサーが、冷ややかな目でこちらいや、でもなんかすごくスタジオの雰囲気がよくて、ほっとしてる部分がありま去年なんか、ピリピリしてたいやー、もうピリピリしてましたし、悲壮感あふれてましたからね、去年は。ね、あの、大阪の電話番号だとかね、市外局番だ、何だっけ、みたいな、そう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 今日も一つ、よろしくお願いいたします。 冒頭の話題としてウクライナ情勢なんですが、まあ、反転攻勢がいつになるかみたいな、ね、話がずっと言われてますけれども。えーなねえ あの、反転攻勢はいつ、まあ、いつというところだけが問題であってね。はい。もう反転攻勢の準備はね、着々と整えていて。うん、で、実を言うとですね、うん、え、舞台の移動ったりですかね、舞台の展開っていうのは、はい、ほぼほぼ公開情報になっちゃってるんですよ。<ー>だから、あの、今ですね、反転攻勢するために用意しているウクライナサイドはね、はい。えー、合計で9旅団あると言われてるんですが、<ー>その6旅団が、そのうちの、まあ、3分の2ですよね。<laughs> えー、それがどこに展開しているのか、どこに迫っているのかっていうのは、えー、まあ、 双方のです、ね、公開情報でほぼ明らかになっているので、あとはタイミングの問題だったのかなと、<ー>ですから、えー、それを見て分かってくるのは、えー、東部の方うは、はい、まあ言ってみればロシア軍の、ねうんえー、防御体制が盤石なので、やはりあの南部の方に、えー、ークリミア奪還向けての作戦行動が行われるのかなと思いますけどどねなるほど、えー、やっぱ焦点になってくるのはクリミア。えー でそうすると、じゃあ、東部はロシアが抑えて、はいえー、クリミア奪還で、まあ、そこで場合によってはね、まあゼレンスキー大統領がどういう判断、あれ、プーチン大統領がどう判断するかもわからないけども、そこで膠着状態に陥って、停戦、はい、協議という流れっていうのが、えー、考えられる、ある意味でベストシナリオなのかなと思いますけどねお、まあ、この間ね、G7 広島サミットで、ゼレンスキー大統領は。 日本に来ました、はいええ、けれども。まあ、その辺も含めて、そして戦闘機のね、供与についてっていうのが、うんうん、ずっとウクライナ側を求めてきましたけれども、ええ、あのタイミングでバイデン大統領から、まあ、訓練の合と、はいお、そして供与もという話が出ましたね。ええ。あの、そういった意味で言うと、まあ、象徴だと思うんですよ。私、戦闘機 F16 は。うんあの何が言いたいのかっていうと、はい、ある意味で、ウクライナっていうのは自力でですね、その平坦といったりですかね、武器弾薬を確保することが難しい ね、不可能なわけですよねう、はい、でそうするとや、ようやくあと一歩のところまで来てるんだから、えー、要するにそういった武器のね、あれ物資の供与を継続してくれと。 いうところ、まあ、あの、ある意味で、こう、支援疲れというものが、はい。西側でも見えてきている中で、うん、そこをもう一回、ぎゅっとね、ウクライナ支援に向けて、うんうん、え、結束してもらいたいという意図があったんではないかなと思いますけどね。うん。まあ、その狙い、まあね、えー、日本であった G7 で、まあ、各国とあって、そして、インドとか、まあ、ちょっと、ロシアにも近いかなっていう国とも会いましたよね。え、ね、だから、インドと会ったっていうのは、私は非常に大きいんだろうと思うんですよ。うん、で、ただですね、インドのね、 内部情勢をね、あのー、詳細見ていきますとね、はいえー、インド軍が使っている7割の武器弾薬というのがロシア製なんですよ。うん、で、まあ、もともとはですね、はい、1991年にソ連邦が崩壊するまでは全面的に、えー、旧ソ連に依存してたわけですよね。うん、で、ところがソ連邦崩壊で、えー、混乱している中で、はい、その穴埋めをしたのはどこなのかっていうとアメリカなんですよ。<ー>あの、特に、えー、インドが困ったら部品の部品で、 武器の部品ですよね。ああ、なるほど。武器そのものっては部品の部分が部品の部分。これが入ってこなくなって、うん、インドの軍関係者はロシアまで行って、うん、自分で調達してたっていうね。うん、そういう状況うだ,、ね、だからそれを一斉にガラッとですね、それ以外のものに変えるってことはできないから、うん、で、徐々に徐々にアメリカ製っていうのが入れ替わってきたんだけど、それでもまだ7割。うん、なるほど。ですからここでロシアとの関係を切るわけにはいかないというね、やっぱりインドのですね、立場がある。うん、とは言ってもですね、ゼレンスキー大統領と会った ということはまあ私はそれなりのメッセージだからインドがガラッとね、はい、え白黒を決めるってことはないんだろうと思うんですけども徐々に徐々にそのねあの行動が変わってきたなと思いますけどね、えー、ウクライナ情勢そしてそれをめぐる各国の動きというところまずはお話をいただきました あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。 えまず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル140円60銭付近で取引されております。140円台に乗ってきているというね、えー、ことになってます。ちょっとね、また円安が進んでという形になっております、ね、まああのー、ね、えー、円安でまあ輸出関連企業っていうのはですね、はい、えちょっとあのねバカ大きな追い風を受けることになるんだけども、まあそういった意味でいうとね、あのー、円安円高ってのは良い部分も悪い部分もあるんだから。 足してみると、うん、ね、ゼロ、プラスマイナスゼロですからね。うんうん、そういった意味で言うと、これで一気一遊するっては僕はどうなのかなもちろん輸入品の価格上がりますよ。ええ。上がるけども、その一方でメリットを受ける、えーえー。そういった分野もありますからね。だから、あとはね、賃上げとかいろんな形で、どうやってそれをこう還元していくかという話になってきますね。ええー。まあ、それを還元しないとですね、ただ単純に悪いね、インフレ、コストプッシュインフレになっちゃいますから、うん、で、これをですね、上げていくためにやっぱり賃上げをして、 需要拡大っていうことをやっていかないんダメでしょうね。うん、えではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ債務上限問題バイデン大統領と下院議長が原則合意。 来月5日に時間切れが迫っていたアメリカの債務上限問題でバイデン大統領と野党・共和党のマッカーシー下院議長が債務上限の引き上げで原則合意に達しました今後は31日の下院での承認を目指して調整,が急調整を急ぐことになりますえー、行方が注目されていたとういうこの問題ですけれども、まあ、原則合意に至ったというところ、うん まあ、どっかのタイミングでね、6月1日になる前に、まあ、最近ではですね、イエレン、えー、財務大臣がね、はい、え6月5日まで<れ>え持つと、えー、えいうようなことを言って、なんか後ろ倒しになってまあ、いずれにしても6月1日までには、どっかのタイミングで私は決着がつくんだろうなと見てましたね。うん、で、やっぱりこのね、デフォルトといってもですね、お金がなくてお金が返せない,いわけではなくて、うん、あるんだけども返せない、えーテクニカル。テクニカルデフォルトという形になるわけですから、はい、さほどね、そうなったとしても、市場で大混乱が起こるという状況 でもななかかったのかなとじゃあ、一体何が起こっていたのかっていうとあの、この番組で申し上げたんだろうと思うんですけども、はい、やっぱりあの共和党内の事情なんですよ、やっぱり、えー、債務削減にか、歳出削減に関して、ですね、はいえー、強く求めていたのは共和党の中、4つグループ共和党の中にはあるんですが、派閥、うんまあ、という意味でちょっと、えー、趣が違うんですけどね<ー>、えー、4つの議員のグループがあって、そのうちの、えー、最大勢力になっているフリーダム・コーカスというね、うん、自由議連というですね。自由議連 自由議連。あの、ですからトランプ前大統領に、中世をつく、つくすと言ってるんですね。うん、誓っている、まあ、えー、党内のですね、えー、最右派と呼んだらいいんですかね。うん、まあ、こういったところがですね、えー、非常にこう強く再削減、えーうん、デフォルトを要求したわけなんですね。うんはい、で、これをどうなだめるのか。 マッカね、えー、議長にとっ,ってみると、いうとこれをどうなだめるのかっていうところが問われていたのかなと思いますけどねうん<っ>これ、そのなだめることに対して、ある程度、メドがついたってことなんですか、この原則のうん、だからそれがです、ね、原則ってついてるのが、メド、はいまあ、はついたんだけども、最終合意に至っていない、うんうん、じゃあ、それで了解してるのか。 っていうところだと思いますけれね、あのー、中身の部分っていうのは、まあだ、妥協だと、えーうん、一定の歳出削減の条件に2年間引き上げることで合意したということですけれども、まあ、どこまで予算削って、どこまで OK したのかみたいなところが、まあ、ちょっと見えてこないですか、えー、あのですから、えー、自由議連、議連と名乗ってても、ですね、はい、これ一枚岩じゃないんですよ。 それぞれがそれぞれの思惑で動いている。議員それぞれ。議員それぞれが。はい。だからそれぞれ個別接種をしていかなきゃならないというところがあって、誰かそのリーダー役にですね、とあの着地すれば全部着地っていうわけじゃない。ですから、個別接種をした上えで、はい、え結局、票読みをして、関数以上取れるような状況になったら、合意、うん、原則合意から合意という形になるんだろうなと思いますけどね。うん。これ、アメリカの場合は、党議拘束とかがあるわけじゃないですもんね。ええ。だから、そういった意味で言うとですね、まあ、あの、一人一人 えまあ説得をしていって、じゃああなただったらどういう、ねえー、条件をつけるのというところでもう,ともうあと一歩もう読め、読めてるという状況だと思いますけどこれ、まああの、共和党はそういう状況だということですが。 一方で、その民主党の方も、うん、あんまり歳出削減やろうとすると怒っちゃう人たちがいるんじゃないですかえー、もちろんそうですね。だからこれはですね、バイデンさんが大統領になる時に、えー、原動力になった党内左派ですよね。うん、ですから、えー、ね、二酸化炭素排出量の削減を求めているカボンオフセットゼロのね、えー、グループなんかがですね、そこに手を突っ込んでこられると、はい、で、えー、それについては、バイデン大統領に対して反響を翻いしかねないという状況はありますからね。うんそこ そ,れはそこで,です、ねまあ、双方にだから、言ってみればですね、マッカーシー下院議長とバイデン大統領の間で、はい、えなんて言ったらいいんですかね、交渉の窓口が決裂していたわけじゃなくて、そのスタッフ同士で、そのすり合わせがずーっと、まあ、G7 前からです、ね、行われていて、うんはい、だからそれが決着未そうだということで、バイデン大統領はですね、G7 サミットも直後にですね、うん、オーカスに参加することなく、はい、オーストラリアに行くことなく、帰っていったというのはそこにあるんですけどね。うんえー、だからバイデン大統領会 帰ったら、まっかし下議,議長と話をするわけじゃなくて、はい、民主党の中で話をするために帰ったんですよなるほど、ね、そっか、自分ところの中を収めないことには話ができない。うん そこも条件闘争になってますから。うん。ね、じゃあこれ結構、なんというか、玉虫色というか、解釈分かれるような文書になるかもしれないんですかね。うん、ねあのー。ですからそういった意味で言うと、私ね、バイデン大統領っていうのは、まあこれはワシントンではそういうね、かねてからの評判なんだけども、タフネゴシエターなんですよ。あ<ー>まあちょっとね、年老いてきて、はい、えその辺がですね、ちょっと鈍ってきた部分もあるんだけれども、そうは言ってもですね、うんうん、交渉、 っていうところに対しても絶大な自信を持っているし実績も持ってるんですよ。だからそういった意味で言うとそのどっかで落としところをもね作ってくるんだろうなというような見方をしてましたけどね私は。なるほど。はい、でこれに対してのそのマーケットの反応なんですけれども、ね、まあ今のところはまあちょっとこのダウ平均があんまり冴えないっていうのが続いて。 いましたけれども、うん、これ、まあ、週明けね、あの、今、週末にこれ、合意が報じられたんで、まだ動いてないですけれども、どういう展開になりそうですかね,ねあのその一方でね、うんえー、景気も、ね、思ったほど失速しないよと、ね、はい、ダウンしないよということが見えてきて、うんえー、むしろですね、経済成長率高くなってきてるっていう状況があって、うんはい、むしろ、われわれがちょっと、ね、注目しなきゃならないのは、うん、再度の利上げがあるんじゃないのか、f r ビによるね。うん えー、あるのかないのか。で、そこをですね、はい。利越して、ここへ来ての円安っていう流れになってきてるんですよ。うん、はい。だから、マーケットはね、一二、はい、つあって、一つはですね、えええー、よもやそのデフォルトになることはないだろう、という読みね。うん、はい。元よりね。ええ、で、加えてですね、なったとしたところで、えー、これはテクニカルデフォルトだから、何か、うんね、こ,こ債務が返済できなくなるようなことはない。つまり、アメリカ国債が紙くずになるようなことはないんだ、という、ある種の安心感というか、ね、共有した意識 の元に動いてましたからね、えー、そんなに混乱は起こってないという状況ですよねうんなんかね、日本だと、今にもデフォルトがみたいな報じられ方もしたけど、そんなにやわではないとうん。というか、どうなんでしょうね、ワシントンの内部情報とは、あんまりね、うん、反映してないんです、日本のメディアっていうのは。うん、ああ、そういうもんですか。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田真一郎さんです引き続き続よろしししくおお願願いいます。 さあ、あの、アメリカのね、経済についての話があ,ありました。まあ、FRB、 ま、中央銀行に当たるところが、はいまあね、6月の会合は、利上げも利下げもしないんじゃないかと言われていたんですが、その先でまた利上げがあるかもっていうね、ちょっと今まではむしろ、利下げいつって言ってたのが変わってきまそれだけですね、えー、やっぱりあの消費が旺盛のために、ですね経済成長,性成長率が高いんですよ、うんだからそれを抑え込まないと、どんどんどんインフレになっていきますから、はいあのー、それのための利上げ。 そういう観測が出てきてるということだと思いますけど、ね、うんでも、ここまで、ね、かなり利上げをすでにしてきて、率、まあ、5%ぐらいまで来ているというところですけど、えーえー、そうなると、またさらに上がっていくとなると。 と、これ、例えば住宅であるとか、そういうところはちょっときつくなってきますよね。そうですね。アメリカ経済のですね、権威役と言われている、え、ね、あの、住宅建設っていうところが、やっぱりブレーキがかかりかねない。でもそうしないとですね、とにかくインフレ率高いんですよ。だからもう、ガン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 消費してるもんですから、やっぱりそこを少し冷まさないとね、さすがに、え、ちょっと、え、ちょっと、このインフレっていうのは経済にとって大きなマイナスになるだろうなということでしょうね。 まあ、悩みも深いというところですが、あのアメリカの成長率予測、IMF が出したものが、引きんだから、そういった意味でいうと、これだけの、ね、金利を上げてもです、ね、はい、なかなか、えー、消費の加熱が収まっていかないという状況っていうのが、ちょっとあの根底にあるのかなと思います、ねうんまあ、でも、考えようによっては、これ、ね、景気よくって、雇用もよくて。 マインフレは高いけれども、賃金その分上がるみたいなのって、もうちょっと冷やせば、ちょうどいいぐらいになるっていう、好景気持続の例えばね、ニューヨークに、マンハッタンにですね、大戸屋っていう有名、日本でも有名な定食チェーンがあるんですよ。で、そこのさば焼き定食が、聞いてみると、5000円するんだそうですよ。いくらなんでもそれはね、物価上昇しすぎだろうっていう。確かに、日本じゃ1000円しないで食べるんですよね。 はあ、そんなに差が開いちゃったんです、ね、そんなに差が開いてるで。だからそういった意味で言うと、そこのね、直撃を受けるのは、はい、二極化している、もうアメリカっていうのはとにかく貧富の差拡大してますから<ー>、えー、要するに貧困層、低所得層層、うん、で一直やっぱりこの物価高騰っていうのは直撃してるわけですよね。うん。えー、まあそこは何とかしとかないと、これ社会不安につながっちゃいますもんね。そうですねせ。社会不安、社会の分断につながっていって、えー、不安定化につながりますからね。う さあそして、まあ、一方で、この経済に絡んで、まあ、経済安全保障の部分で、えー、IPEF というインド太平洋経済枠組み、この閣僚会合が、えー、この週末に開かれておりました、まああのもう、かねてからね、須田さんもご指摘になっていた半導体についてっていうところですけれども、えー、この IPEF でもまた動き出したようですね、えーあのー、ですから、もうこれはですねこれから 6G の時代を迎えるにあたって、うんはい、もうデカップリングと。 いう流れになっていくんだろうなんで、もちろん言うまでもなく、アメリカを中心とするね、えー、まあ、えー、企画をアメリカ企画を中心とするグループと、うんえー、中国の企画を中心とするグループに、えー、分かれていって、相互互換性がないという状況、うんえー、になっていくのかなと。ですから、そういった意味で言うと、サプライチェーンでもね、要するに中国で作った半導体を使うということは、うん、まあ、あのー、情報漏えいであるとかね、ハッキングを含めて、はい、様々なリスクを内在することになるよと。うん、で、やっぱりね、こう 昨日ちょっと私ね、はい、過去の,です、ね、そのハッキング事件であるとか、情報漏洩事件を調べていくと、もともとの原点というのが、はい、やっぱりあの中国による、ねうん、ハッキング、まあ、中国の,その活動家といったらいいのかな、うん、要するに中国のから出てきた、そういったあのハッキンググループのです、ね、動きによる、えー、アメリカの企業であるとか、はい、あるいは、えー、アメリカの政府機関に対する攻撃っていうのが原点になってるんですよ。このたりからアメリカは相当警戒感を強めていたんだなってこと 見えてきますよ、ね、だからあの、これ、日本ではその当時でいうと、ソニーの、えー、ハッキング情報、はい、大規模情報量営っていうのは、えー、大きな話題になったと思うんですけどね、これも要するに中国サイドなんですよ。 仕掛けてきたのが、えーあ、もうそれこそね、オバマ政権とかあのぐらいの時期から、すでに首脳会談でもあの話題に上ってたみたいな話が、ね、報道されてますもんね、えー、10年以上前ですよね、えー、ですから、そういった意味でいうと、常にリスクにさらされていて、うん、まあそこは遮断しないと、だネットワークの遮断っていうのが、イコールディカップリングなだなというふうに考えてもらっていいと思いますねうんこれは日本企業にとっても多岐に影響を当たりますよねいや、もうですから日本企業はですね、えー、もうコロナ前からね、うんえー それに対する対応っていうのを強めていてやっぱりデアカップリングを前提に。 で、ですから、あの、そういった意味で言うと、この半導体戦略の中核に位置していたのが、うん、例えば NTT であったりね。おお<ー>えー、あるいは NEC であったり、まあ、はい、あるいは富士通であったり、ソニーであったり、まあ、NEC 富士通っては、かつての電電5三系に属するところですから、はい。だから、いかにこの、えー、半導体の、その、日本でね、回復っていうのが、はい、えー、通信中心に進んできたのかっていうのは見えてくるんじゃないかなと思いますからね。なるほど。えー、そして、通信インフラ、6G、えー。でえ。 端末の部分に使う半導体と、はい、そうすると端末やる会社と全体のインフラとっていうのをまあ一緒にしようという動きにつながっていくわけですかそうですねあのですからそれは、えー、アメリカ陣営の中で、うんえー、全部調達していくっていう形になるんだろうと思いますよね、うん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです 公明党が東京での自民党とのすべての選挙協力を解消次期衆院選から新設される東京28区の候補者調整をめぐって自民党と公明党で折り合いがつかず両党が対立していた問題で公明党は25日東京28区への候補者の擁立を断念した上で東京では自民党の候補者に推薦を出さない方針を決めました 自民党内では、およそ20年にわたる連立政権への影響を懸念する声も出ております、えー、東京での信頼関係は地に落ちたというふうにね、石井公明党幹事長は、うん、あメディアの前でそう発言をしておりましたが。 えー、公明党の、ね、石井幹事長っていうと、非常にこう温厚な方で知られるだけにです、ね、これだけの発言が出てくるっていうのは、ちょっと驚きなんですが、ただね、う、えー、なずける部分もあってです、ね、その前に、公明党の石井幹事長と自民党の茂木幹事長が、えー、協議をしてたわけですよね。で、その時きに、えーね、部屋の外まで両者の怒鳴り声が聞こえたって言うんですよ。 相当激しくやり合ってたという状況。<ー>ですから感情的な対立みたいな部分も私はあったんではないかなと思いますよね。なるほど。で、これがってみるとですね、はい、えー、さっきのね、えー、5つの選挙区で行われた補欠選挙。え<ー>、これで千葉5区のですね、はい、えー、エリア・エフェアさんですかね。え、この方がね、あの、出馬するにあたってですね、はい。まあ、公明党の、えー、まあ、出馬自体といったんですか、協力を求めたわけ。 その代わりということでどうも28句、はい、ここは公明党へどうぞという形だったんだけども、<う>えー、都議会、自民党の方がそれは飲まなかった、東京都連のほうが飲まなかったという状況があったのかなと私は思いますけどね、そうすると公明党からすると、はい、話が違うじゃないかというね、状況になる。で、ここはです、ね、公明党としても引くに引けない、うどうしてかっていうと、はい、公明党にとってやっぱり非常にこう重要な地域っていうとですね、上昇 関西と言われている大阪、兵庫ね、特に大阪ですよ、公明党の国会議員が初めて出たのが、これ、大阪の選挙区ですから、で、加えてですね、東京、加えて東京都議会っていうのが、これ、非常に重要なんですよ。まあ、最大の支援団体の創価学会との関係においてですね、この東京っていう地域は非常に重要視している。ですから、やっぱり十増十減の煽りを受けて、要するに、公明党が非常に厳しくなっているということで、まあ、言ってみればですね、 その東京増えた東京で、一人国会議員を増やしたいっていうね、そういう考えを持ってたんだろうなと、ですからそれに対して、ある意味でコメントにとってみると、自民党の裏切りっていう形になったのかなと、だからそうなる前にね、もっともっと密に公明党サイドと調整してればよかったのに、それがですね自,民自公の間の自、自公の執行部の間で、パイプが細っていたと。 パイプがな、ねえー、くなっていたっていうのが一番の大きな問題なのかなと思いますけど、ね、あなんかね、昔は結構、平時に何でもないときに顔を合わせてご飯食べたりとかをすることが大事だと、うん、なんかこれはあの二階幹事長、当時幹事長が、公明党とやるときのお話のエピソードで聞いたことがあるんですけれども、いい平時からそうやってこう顔を突き合わせてると、何かあったときはすぐわかると。はい でも、何かあったときだけ顔を合わせると、向こうの腹の内とかも何も分からないと、ええ、でぶつかっちゃうんだという話をしていたんですが、うん、まさにそんな感じになっちゃってるんですか、ねうん、だからあの、定期会合を持とうというね、幹事長と国対委員長の間で、はい、でそれもですね、えー、形式上の,、ね、あの定期会合を持たれてるんだけども、ええ、あのもう会ってすぐ、もう。 終わってしまうっていう、ね。ああ、なんかありますかないです。あじゃあ、みたいな感じで。はい、そうそうそう。それじゃ意味がない。それじゃあった意味がないだろうっていうのがね。うんあの、ですからやっぱり、連立パートナーとやりとりするときは、はい、やっぱり、なんつったらいいんですかね。まあ、その、議員数から言ったらね、公明党の圧倒的に少ないんだけども、はい、数の力におごることなく、むしろ向こうを立てるような形でね、うん自民党の方が譲歩する、一歩引くような形でやらないと、はいえー、この手のですね、えー、まあ、連立関係っていうのは友好関係って というのは私は長続きしないんじゃないかなとで、やっぱりそういった意味で言うと、やっぱり、えーね、上に弱く、下に強いと言われてるモテいる茂木幹事長ですから、その辺が少しです、ね、配慮が足りなかったのかなと私は思いますけどねあこれね、幹事長が約束しても、やっぱりトレンと意思疎通できてなかったってことですよね、ね<え> <laughs> 28区は増えるんだから、それはコメントさんでいいだろうみたいなこと思ったら、トレン連からすると、いやいやいや、ここ,こ,こ練馬大事なんですよみたいなことになってきたと。<え> <laughs> ですからその辺、その辺をですね、やっぱり党の全体の方針としては、やっぱり千葉があって、東京があってっていうね、先ほど申し上げたような、うんはい、ある種のバーター的なことがあったんだから、えー、やっぱりそこはね、幹事長がリーダーシップを発揮して、選挙の最高責任者ですからね、はい、やっぱりトレーンをきちんと説得すべきだったんではないかなと思いますけどね。これ、その、まあ、コメントも重視すると、 ね今おっしゃった東京都議会の方なんですけど、この都議会の自民とコメントはどうなんですかええ、あのー、ですから完全決裂なのかなと、事故はと、はい、ね、そういうまあ報道が一色ですけれども、ええへへただですね、これ不思議なことに、はい、えー、まあ選挙協力はしませんよと、都議会、うんえー、どうしてもね、えー、まあ、ところがですね、政策協定は結んだまま、 あっという形なんですよ、ね。小池都政と対峙するというのが今の自民党と公明党のスタンスですから。はい、ああ、都議会における。都議会においては。なるほど、ね。で、それについては政策協定は、2年前に結んだ政策協定については、維持をするという形をめね、結んでますからね。だから完全離婚というね、形になってないのかなと思いますけどね、はい。確かに都議会は都議会の事情ですよね。都民ファーストが第一党でいてということですか。 はい、そこと対峙していかなきゃならないですね。そうですね。ええ、うん。で、これね、まあこんな選挙の話がいろいろ出てくるっていうのも、うん、まあ解散風がどうだっていうようなところにまた繋がってくるんですけども、その辺はどうですかだからこれが大きなニュースになってるし、はい、えー、国政でもですね、大きな注目が集めてるっていうのは、要するに選挙がいつなのか、はいね、えー、というところとも完全に連動してるんだろうなと私は思いますよね。場合によってはこの、えーね、6月解散ってのもあり得るというふうな中でね、うんうん、で、そのことや やってる場合じゃないだろうみたいななね、はい、状況にもなりかねませんしだから選挙スケジュールにも大きな影響を及ぼしかねない。うん、で、加えてですね、やっぱりあの、ね、ここへ来ての支持率の低下といったらいいんですか、<ー>か一時、えー、G7 サミットがあったら、ダーンと支持率は上昇したんだけども、えー、あの息子の秘書官の問題でね、はい、<laughs> やっぱりああいう分かりやすい問題が出てくると、えーあのー、支持率が下がってきてしまいますからね。うん、ですから、岸田さんとしても出ばをくじかれてしまって、うん、今、じゃあ果たして選挙やるのは いいのか悪いのかっていうところは考えてると思いますけどね。あ、まあ、そうすると、ちょっとこう、風が、解散風がわーっと吹いた後に、ややなぎになってきてる感じですかねそうですね、ちょっとタイミング的には、ベストとは言えないだろうということですけどね、うんうん、それから、まあ、あの先ほどのね、えー、上昇関西っていう公明党の話とも絡みますけれども、えー、こうにそこでね、大阪市の会、日本維新の会が注目されてくるという。うん だからもともとはですね、あれは大阪と構想をめぐっての、はい、えー、維新えと公明党とのですね、はい、え協力関係ですから、ある意味で野望なんですよ。 なるほど、なるほど。ですから、それ、大阪都構想がなくなった以上です、ね、維新としても取れる議席なんだから、えー、そこは、ねうん、維新の今の実力を、大阪市、えー、不可のです、ね、実力を持ってすればね、はい、だからそれをみすみす逃す必要はないだろうねという、そういう判断だと思いますからね。うんそうすると、まあ、大阪4つの選挙区でね、えー、公明党の議員さんがいる選挙区がありますけど、うん、そこに小選挙区4つ立ててくると。 <laughs> まあ全部立てるっていうのも、またこれもですねあからさまですから、えーはい、そこはじわじわとっていう形になると思いますね、うん、だって公明党の総得票数というのも、やっぱり800万票台から600万票台に下がっちゃってるわけですからね、比例においては。だから、それの足元を見てき、まあ、てるんだろうなと思いますけどねうんこれね、あの常々野党第一党を取るんだと。 ということを馬場さんなどがおっしゃってますけれども、それを見据えながら、全国で立てるという形になっていくんですか、そうですね、そういった意味でいうと、維新がね、どうなんでしょうね、勝つっていうことよりも、立憲民主党が自滅の、すね、そのプロセスに入ってしまったのかなっていうね、要するに党内がバラバラに分裂してるんですよ泉代表は150取らなかったら、もう私は辞任するんだというふうになり、 でまあ、その統一地方選挙の、ね、責任論みたいなものが相当こう紛糾したみたいなね、えー、議員総会などでも話が出てきてますよね,ねであの入管法の改正案をめぐってはですね、はい、まあ言ってみれば、うん、あのこれ、自民、公明、維新、えー、そして立憲民主党の間で修正協議が進められていて、合意に至ったんですよ。はいえー、ところがですね,、えーほねほあの、法務委員会、えーうん、ですか、えー、で採決になった時にですね、はい、いきなりちゃぶ台外相をして、立憲民主党反対に回るで、え んね、そしたら党内の調整がついてなくて、はいねあの、党内左派にそれがひっくり返されたということで、まあ、ある立憲民主党のです、ねうん、議員さん言ってましたよ、我が党は活動家に乗っ取られたと。乗っ取られたと。うん、まあ、そんなんで、えー、とてもじゃないけど、選挙でね、一枚岩で戦えるような体制になっていないという状況なんだろうと思いますけどね。うん、これね、そうなってくるとこうこう、泉さんもハンドリング難しいし、ね、<laughs> 立憲民主党 健康どううなってちゃうんだってなりますよね、うん、だから、あの、どうなんでしょうね。一見が一つの党でまとまっていること自体がね、ちょっとなんか違和感ありますよね。えー、ギクシャクしてるんじゃないかなと。うーんえー いや,やっぱり路線対立循環みたいな歴史は繰り返しちゃうんですかね,、えー、ねだからそういった意味でいうと、まあ、もちろん維新の,、えーね、このや力というのは強いですよ、はいね、あの最近の見方が伸びているとわ分かるけれども立憲民主党もです、ね、野党第一党を失うべくして失ってしまってるんじゃないかなと思いますねなるほど続いて「教えてニュースキーワード」ですエルドアン大統領再選。 トルコでは28日大統領選挙の決選投票が行われ、現職のエルドアン大統領が当選しました、えー。大統領選、今月14日に投票が行われていたんですが、当選に必要な過半数の票を獲得した候補がいなかったので、えー、現職のエルドアン氏と野党統一候補のクルチダルオール氏の決選投票となっておりました。 でトルコ戦艦があエルドアン大統領の当選を発表したということで、うん 1> まあ、第1回の投票でも49.5%エルドアンさん、ってたんですよね、まあ、決選投票前の,、ね、あの国民の、ね、世論調査をやってみても、大体有利じゃないか、エルドアン大統領有利じゃないかという声なんで、まあ、あの常識的なところっていうかな、予想通りの結果になったのかなと思いますけどね、でその背景、一体何があったのかっていうと、はい、やっぱりね、私ね、あんまり日本ではそういう報道のされ方してないんだけれども、あれ、 トルコ的なナショナリズムと言ったりですかね。はい、で一つはその地域大国としてやっぱりエルドーン大統領が存在感を発揮したということ。そしてもう一つはですね、ヨーロッパに対する、えー、スタンスというか視線ですよ。トルコのあるいはトルコ国民の。はい、それどういうことかというと確かにね、トルコは NATO には加盟しているけども EU には加盟していないですよね。そうで,すねでエルドーン以前というとですね、やっぱり EU 加盟に向けて、えー、かなり頑張ってきたというか、えー、一生懸命やってきた たわけなんですよこれ、私も知らなかったトルコに取材に行って分かったんだけれども、例えば道路も統一規格があって、車幅と言ったりですか、なるほど道幅の。トルコの場合は、ですね EU 規格から比べると狭いものだから、これを広げる、拡幅するという作業をやったりとかしてたわけですよ。加えてやっぱり、トルコっていうと、農業大国なんですねこれに対してやっぱりフランス等のの EU ですね。 有力な農業大国がですね、うん、やっぱりトルコが加盟してくると、はいえー、なかなかですね自分たちの立場が弱くなってしまうということで、うんえー、まあ言ってみれば、それに対するある種の規制をかけよう、で、それについても飲みますよ、譲歩に譲歩を重ねてるんだけども、トルコサイトとしては。うん、一生懸命やってるんだけども、うん、要するに結果的には EU に加盟できないというかですね、させてもらえないっていうね、うん、非常にこうヨーロッパに対する複雑な えー、重いというのがトルコ国民の中にはあってね。なるほど。で、結果的にエルダン大統領別にもう EU に加盟しないという、い方針を打ち出して、はい、そのヨーロッパに対抗するみたいなね、そういうスタンス。 <で>そして地域大国との全地位を固めていくという、そういう流れがあったわけですから、やっぱりこれはね、その部分に対する国民の、はいえー、大きな支持っていうのは私はあるんだろうなと。だから、ね、経済政策で大失敗してもですね、インフレを止めることができなかったりしてもですね、えー、やっぱりその、それ以上に重要なというか、そのナショナリズムのところで、 ね、やっぱり、えー、トルコ国民はエルドアン大統領をいろいろ問題あるけれども支持したんだろうなと私は思いますけどね。うんまあ、ね地域大国とというう意味で言うとお ウクライナは実は国会を挟んで、向こうとこっちであってと。はいうん、で、あそこのね、あの小麦の船通すとか、いろいろ独自の仲介みたいなことやってますもんね。えー、あのー、で、なおかつイスタンブールで、うんえー、そのね、あのー、まあ、海峡と言ったりですか。はい、えー。そこを抑えてますからね。ボスパラス海峡を抑えてますもんね。えーえー うんだそういった意味で言うと、そのトルコの影響力というのは、非常に大きい存在感を強めてるんだろうなと思いますがねうんあの地震の、ね、対応でまずかったんじゃないかみたいので、少し支持率落とすんじゃないかと言われてましたけど、結局ね、ねそこをもう乗り越えた形になりましたよ、ねね、ですから、えー、経済対策であるとか、その地震対策なんていうところではです、ね、ミスも多いんですよ、ね、失敗も、失勢も多いんだけれども、結果的にじゃあ、それを上回る、その熱い支持、国民の支持、どこにあったのかっていうと、やっぱり その背景には、要するにトルコ国民のそのトルコに対するって、やっぱり独自の存在感、はいね、だからキーワードは私は地域大国っていうことを使ってるんだけれども、えー、要するにそれを実現している、ねえー、エルドアン大統領に対する支持なんだろうなと思いますけどねでそうなってくると、まあ、この先は対ロシアの部分っていうのも、まあ、これ、 独自のススタンでで行くってことになるんですかね、えー、でかつては、ねはい、ロド戦争なんかを含めて、ねはいえー、ロシアとはその地域覇権を争っていたで、ねえー、国ですからね、はいまあ、そういった意味で言うとそのロシアあるいはアゼル,アゼルバイジャンの問題も,もそうでしょうし、えー、うやはり、えー、トルコとしては独自の対ロシア政策っていうのを進めていくんだろうなと思いますけどねうんそれがこうどうなんですかねウクライナとの間の仲介まで行くんでしょうか。うんだ だから、えー、そうはいってもそこまでの、ね、うん、だってここはもう利害が、ウクライナをめぐってはアメリカ、あるいは、えーうん、西ヨーロッパのですね、利害が複雑に絡んでいるところですから、まあ、そこにトルコが出ていく。 っていうのも、うん、また、あのー、ね、収められるような状況ではないですから、うん、とは言っても、そのウクライナとの関係強化をめぐって、ロシアとのその対立軸を鮮明にしていく、で、国会の派遣です、結局は。あ<ー>、ええ、なるほど、そこにかかってくると。はいええ、きょのキーワード、エルドアン大統領、再選でありました。続いてこここだけニニュューーーーススススククプププアップですのの時間最後を ガソリン補助金、6月から段階的に縮小、9月末で終了へ。経済産業省は26日、物価高対策として去年1月から行っているガソリン補助金を、今,今年9月末で一旦終了すると発表しました。6月以降、2週間ごとに段階的に引き下げ、10月1日からは補助がなくなることになります。 まあ今後も原価格が高騰した場合には補助の継続なども含めて柔軟に対応するとしてはいますけれども、まあ、一旦終了。 いのそういった意味で言うとです、ね、やっぱり激変緩和措置という形でね、えー、いきなりです、ねえー、急上昇すると、ね、値、うん、上がり幅が大きい場合にはです、ね、こういった補助金っていうのがあって、私はいいんだろうと思うんですよ。えーあのー、その、ね、価格上昇の痛みを緩和するためにね。ただじゃでそうは言ってもです、ね、この物価高対策の中で位置づけたときに、はい、じゃなぜガソリンだけなのかとかね、まあ、ガソリンと電力料金でしょうけども、えー、というね、まあ、その辺のしんとした 理的な説明ががつかななないとこれ意味がなくてぜ小麦あるいは他のものについてはやらないのかとかね、うんえー、それが、えー、ちょっとで、あのー、今回の場合よく分からなかったですよね。うん、でただ、全体としてはですよ、全体としては、要するにこういった、えー、物価上昇については、はい、本来であるならば、うんえー、賃金上昇というか、所得ね、うんえー、収入の、えー、上昇で、えー、それをカバーしていくというのは、これは王道なんです、そっちらのほうに、えー、政策面ただこれはです、ねはい、中長期的な政策ですから、 すぐ速攻性がないわけですから、えー、その効果が出てくるまでに激変緩和措置として、こういった一部分的に補助金を出すというね、ですから、うそういった意味で言うとその、賃金上昇、あるいは所得収入を拡大していくっていうね、はい、政策を具体的にきちんと成果が出てきてるのかどうなのか、えー、という検証も、ワンセットで進めていく人が あるのかなと思いますからね。うんまあ賃金上昇に関してはね、うん、もう政府は、まあお願いベースと、こういう感じでや。 いるまあ、一部ね、その、税優遇等々が入るというふうには言われてますけれども、えー、まあ、これ昔からやってるけれども、なかなかどこまで効果があるんだろうねって話ですよね。ねで、加えてね、要するにその、お願いベースと意味ないんですよ。やっぱり景気そのものを良くしていかないと、えー、やっぱり企業だってね、賃金上げていくわけにはいけませんからん、ねえー、そういった点で言うとですね、やっぱりあのー、その一方で、えー、景気を冷やすかのようなね、えー、増税であるとか、あるいは財 財政抑制であるとかね、財政支出の抑制であるとか、はい、今、えー、とりあえず直近で言うとです、ね、需、えー、給ギャップが約10兆円、日銀計算ベースでね、うん、資産ベースで、あるわけなんですよ、年間に。はい、やっぱりこれを民間セクターで埋めるのか、公的セクターで埋めるのかというところをやっていかないとです、ね、やっぱり景気の拡大になっていかない、ただ、うんえー、なかなかです、ね、こう民間セクターで埋めていくっていうのが、要するに難しい局面の場合にはですよ、やっぱり財政出動をして、うん、公的セクターがそまず埋めて、 それによって民間の経済活動を活発,活発化させてね。はい、それで、えー、埋めていくっていうのは、これがあるべき姿それそれこそが経済の色派のいいじゃないですか、うん。で、回していくっていうのは、ね。回していくていで、それをやらない。というところで言うと、はい、やはりそこに一番の大きな根拠。 根本的な問題があると思いますね。うん。受給ギャップ。まあ、あの、日本の場合は需要不足って言われてますけれども、うん、フル回転でこう、物作ったり、サービス出したりとかして、ああいうべき、この、金額まで、うん、だいたい10兆円ぐらい足らないと。 ええ、その、実際に欲しいよっていう需要の部分が。はい、で、これ、そうすると、ほっぽっとふと、この今は10兆ぐらいのギャップがありますけど、じゃあもう作るのやめたとか、企業が、あもう廃業しますって言って、この供給の部分が目減りしちゃったりなんかしますよね。ええええ、で、加えてですね、ええ、で、結局、10%がですね、10兆円分が、はい。過剰供給になってしまいかねないませんからね。値下げというね。はい。あの、デフレの影響も出てきちゃうんですよ。うん。ギャップそのままにしとくとえー、そのままにしとくと。 はい、だからいつまでたってもデフレ解消はできないということですから、やっぱりそこは財政出動で公的セクター、特に,特に、えー、国の財政支出でそれを埋めていく。全く今 えー、そういった方向性が見えてきませんよね、うん、で来年度予算どうなるのか、はい、その一方でね、えー、防衛費増強については所得税や法人税タバコ税の増税で賄うとさら、うん、に収奪して国民負担率を上げていく少子化対策ね、うんえー。増税はしないけれども、うんはい、社会保険料での増額で一緒じゃないかと負担率ではといや本当これ天引きされちゃいますからね天引きされちゃいますからね要するに景気悪くする悪くする方向に、うんえー、進んでいく中でで、えー でまあ、言ってみればです、ね、これだけの物価上昇になると、はい、やっぱり国民生活はだから可処分所得をどうやってこう手元に残し増やしていくかというところ。 考えていかないとですね、うん、要するにガソリンの補助金は打ち切られるわ、はい、ね、可処分の所得減っていくわ、ではですね、うん、景気なんかー100%良くなりっこなりませんね。これ、ガソリン補助金がねあの、取り沙汰されている時期に、最初にあのガソリンのだ暫定税率の、まあ、残ってる部分っていうのを、うん、これやめないんじゃないかと。うん、これあの、国民民主党などが言ってましたけれども、そういえばその議論もなくなっちゃってますよね。ねだからその、えー、暫定税税率をなくすっていうことは減、はい だとかという発想になりますよね、はい、そこはやっぱり財務省、嫌がるんですよ、うん、税金下げるってこと、ね、下げげるるっってててここととに関してねでも、それこそ機動的だっていいんじゃないんですか、ここそ,うそうあるべきなんですよ、うん、硬直化しちゃってるんですよね、そういっ点,点が、うんうんで。増税は大好きなんですよ、増税は機動的にやるんですよ。はい 増税は機動的にやる。増税は機動的にやる。うん。ね、減税は。減税はもう,もう硬直化しているい <laughs> それじゃあね、本当苦しくなる一方ですね、だってね、税金と社会保険料で、はい、要するに収入の47%収奪されるってこれどう考えてもおかしいんだけども、金額ベース、GDP ベースに直すと、はい、えー、先進国でも低い方ですってわけわかんない理屈立ててるんですよ。<ー>噛み合っていかないの。<laughs> うん。金額ベースで先進国で低い方は、そど、あ、金額で調べればそう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 。金額で言われてもね。GDP 対比の金額で調べね、比べればということですよ。ね。そうじゃなくて、我々の人得の,のうち、ね、<laughs> はい。何パーセントが、本当に使える分なのと。で、ラジオ機の皆さんもやっぱりね、給与明細見えるべきですよ。 いやそう、あれ見るとびっくりしますよね。びっくりするだけで腹立ってくるでしょうん。う俺こんな抜かれてたんだ、みたいなむしろ俺こんな稼いでたのもいいんじゃないでそうそうそう。俺偉いじゃん、ってそうそうそう。偉かないんだけど。いやなんかね、そういうところ、これでもなかなかそういうところが選挙の争点にならないですね。うん。まあ、自民党だってね、じゃあ増税しますから、ってんで選挙戦って勝てるはずもないですからね。でもね、要するにそういう方向で進んでるんだったら、 うん、それは争点にならないけども、うん、我々有権者がやっぱり争点にして、それで選択をすればいいんじゃないかなと思いますけどねうんどうなんだって聞きに行けばいいんでスクープアップ、まあガソリンガ、ガソリン補助金などなどとこういう経済について、景気対策についてのお話でありました。